おはようございます、本日、はい、今日は皆さん知らないって知ってると思うんですけど、はい、今緑ちゃんが、まあ、カメラマンやってたじゃん、やってましたね、はい、の緑が、まあ、今事務入って、はい、事務職の労務的なことがメインかな、はい、で給料計算とか、そうですね、やってますね、社会保険のあれとか、はい、なんかそっち系だよな、はい、で17っていうのはまあこれから伸びてくるんじゃないかって言われてるらしくて、はい、俺も何回か見たことあるけど、確かにまあ面白いとかライブだから、ね、そうですね、投げ銭とかあって、はい、でまあ、うちの社員も何人かやってんだな、17やるって、うちの親父もやっとんだ、やってますね、うん、で今みどりちゃんもラプンツェル風みどりが、ね、写真がライブ配信なんか、ね、はい、ラブ白いもんで別サイクル見えるんだけど、まあ、やっとんのさ、はい、まあ、やっとんのはいいや、はい、だけど俺、まあ、ちょっといろいろあいつに頼んどって、そこが来たね、綺麗って言って、あ、そうですね、行ってましたね、どうなっとんだって言ったんだね、あれ今日も朝から土曜日だね、まああれだけど、はい、朝から配信やってるんだよ、ずっとやってるんですか、で今下でやってる、あ、マジですか、で、はい、まあやっとるやん、はい、うん、下で17ライブやっとるのはいいんだけど別に、はい、うん、まあ今日の動画は何って言ったら、はい、毎日頼んでるのもやっとらんと、はい、配信やるのはまあ仕事してもいいよみたいなこと言っとんだけど、ある程度いいやることやってるやな、はい、うん、もうだって仕事も決まっとるもんね、はい、ローム的なこれとこれとこれっていうのが、はい、これをまあ上手に時間効率上げてやりゃ、ね、配信してってことでお金が入るとかさ、そうですね、で俺はまあその17からいろんな人に発信力もあるさ、はい、YouTube からいっぱいお客さん来るじゃん、びっくりするから、うちの会社びっくりしますよ、 YouTube 見て依頼が来るもん、ね、えって思いますもん、塗装の依頼がな、だからまあ発信力っていうのは持ってもらえないと思うんだけどさ、はい、でそういう中でまあ今日やっとるから、はい、うん、いじめだろうと思って。怒られ、怒られ、頑張れちゃう、怒られ。やってます、やってます、やってます。はい、お疲れ様です。やっとるな、最後。どうですか、社長が来ました、カメラ回ってます、待ってます、何人で来たの、数人ですかね、そう、うん、でも来てくれるだけ偉いじゃん、そうですね、そう見てくれてる方が、本当、はい、固定ファンがもうついてるんですか、皆さんこんにちはそんなことはまあいいんだけど、配信やっとんのは、はい、お前証拠の件どうなっとんの、お前もう3日目経ってたっとるやんけ、証拠ですか、証拠なの、あれ段取りしてた、紙書いてきたやつ、ちょっとぼちぼち、ぼちぼち、ちぇーっおい、ええよお前お前ちょっとそのメガネやめた方がいいよめっちゃブサイクに見えるじゃん完全になんかあれだよな、なんとかヨナみたいな感じやな夜なんか飛び回ってるみたいな感じだよな、なんか黒マスクと合わないですね、証拠のやつどうなったの、今日はあの休みです、半日休みですね、今休みでちょっと、あ、そうなの、はい、今日休みなの、はい、配信して、あ、そんで配信しようの、あ、そうです、もうやることなかったんで、情報不足だよ、お前めっちゃ大丈夫、すいませんねちょっと YouTube の動画撮りに来たんですよ勝手に教えつけました、あ、クリアストーダー、もうずっとやっとるの、おー、ほーほー、そうですね、ちょっと今ガンガンで始めました、それはいいんだけど、お前倉庫のやつはいつになるんだ、倉庫のあれ全部できとんの、はい、じゃあ今から見に行こうぜ、昼まで休みだよ、まだまだまだ半休する、昼まで休みだよ、だから俺のタイミングがあるじゃん俺のタイミングとお前のタイミングって俺のタイミングの方が大切だから、まあそうですねなんか一年やってからなんかちょっとこっちちょっと指まって鬱陶しいな、お前いいやで、お前そうですねみたいな、お前お品がいいことでお品がいいことで話半分みたいな感じになってますね、そちらには叶いませんね、何品の良さでは、え、品の良さは社長ありますか、社長品の良さあるでしょ、確実に品があるでしょ、ありますか、カメラマンさん、え、どう思う、まあ、ライブだもんね、直接来てるじゃん、品がいいですか、僕は、ああ、どうですか、品は、
あんまりないって書いてます。嘘。嘘です。信用ねえよ。いやそんなことはいいんだけど、はい、お前社長室使ってこれ社長室だよねみんな。そうですね。なんだよこれリリースだ。俺が撮ったんだよねこれ写真。あ、そうなんすか、これ俺撮ったんだよ。マジっすか、今カメラ見ますよね。ちょっと、光見ないですよ。だろ、お前もうボーッとするだろ、お前。社長ばっか映しとったもんね。お前、一斉に出ないよ、なんで、まあいいけど、じゃあ証拠行くやん、それ動画にしようかなと思った。あ、これ持っていけんの？見に行きましょう、証拠。じゃあ皆さん、このうちの視聴者さんも今からうちの証拠とね、あの仕事一緒にしますんで、大吉ありがとう。何だよこれ、ギフトです。あ、ギフトくれたんだ。おー、すげえじゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。行ってみよう。よいしょ。うわ、めっちゃ塗料みたいな。そう、あ、これ全部してるやつか。あれだけ出したんだ。はい。お前今どういう風になる。あれしてたの。あ、月曜日ぐらいに来ます。あ、手配した。はい。でちょっと日曜日にあの、実習生に来てもらって、ちょっと運び出せるようにここを開けてもらって。あー、丸カン。はい。あ、どかしたのかも。これも全部あれです、一斗缶です。うわ、塗料。はい、すごいじゃん。それ俳優だもんね。あの姿勢、姿勢両方してれるだろ。多分そうですね。木とかも手配しとんの。あ、すいません。やっとるんだよ、これは。悪い悪い悪いえ、ほら、悪い。おい、すいません。手配するんだよ。お、面白かった、これやるの。あ、そうです。誰に頼むった。ちょっと手配してきます。ライブなんかやってる暇あるの。休みかどうか知らんけど。休みとかじゃないでしょ、仕事やってなかったら。休みなんか取らんでいいよ。あ、そうですか。休みなんか取らんでいいよ。何も言うことがない。私はどうしたいんだみたいな。私はどうしたい。そこのなんかあれもやった。項目出すよ、ちょっと1週間1回チェックリストみたいなのを、はい、結局何って言うと、まあ、こっち俺忘れたけど、はい、あの1週間に、はい、結局毎回こういうふうになんかちょっと立つと、また掃除しろって怒られて誰かが掃除するみたいなので、まあ、実習生雨の日とかさ、はい、なっちゃうから、ゴテゴテになっちゃうから、はい、もう1週間に1回で点検項目みたいなのを全部作って、はい、そうだな、はい、例えばそれが10項目か20項目か50項目か100項目か知らんけど、はい、例えばゴミが落ちてないか、はい、他の何指導教で持ってくるスクイズ何々が落ちてないか、はい、置いてないか、配管が何本以上置いてないかみたいなのを、でこれってたまったら送らんかな。でこれもそのために10本も 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 本も頼んだのに、はい、それなんでって言ったら5本ずつ交換してくれるじゃん。あ、10本満タンになっとるからな、これ。どういうために10本打ったの、これ。ほんと。全部俺やな、これ。大変ですね。あ、大変ですね。大変じゃねえやろ、お前。たまに。ちゃう？そう思います。そこだろう。はい。まあ、こんな感じですよ、視聴者の皆さん。はい。で、これはどういうふうに形で、あ、で、あの、何本取れるの？持って、なんかあの、8割にまでしないと、持ってってくれないみたいなんで、とりあえず…8割っていうか、もう8割にしんと損だろうが、1本いくらなんだもんね、これ。え？あれ、見えて言っとんだ、すいません。おい。あれです、8割にしんと、お前7割、6割でも同じ1本いくらだぞ。いや、なんか、8割で止めてくれないと持っていけれないみたいで。入れちゃったの？あ、そうです、そうです。もうパンパンにスレスレまで入ってるんで、8割ぐらいに減らさないと持っていけないって言われたので、とりあえず。あ、毎回うちはもうパンパンに入れてるだろうって。あ、そうです。あの、まこれ貼っとけよ、なんか貼り紙。あ、はい、貼っときます。毎回そんなことやって、なんでそう、誰も気づかんねんな、これ。うちは、ダメですね。うちの人間、こうやって俺が一個一個言うんだぞ、これ。ダメですね、改善してくれ。怒るだろ。怒っていいやつだろ。怒っていいやつ。ちゃうか。はい。みどり、だったらこれ貼りゃいいじゃん。貼ります。でお前らこそ貼り紙しかいいじゃん、わけじゃん。はい、8割以上入れないでくださいと、うん、なんか目安みたいなのがあったら分かりやすいですよね、やっぱり8割の。そうそう、スプレーで入れちゃうよ、スプレー。はい、赤スプレーか黄色スプレーかな、パッて。はい、ちゃうか。
はい、公開説教。お前俺の話を。お前さ、自分のお前ライブはいいんだけど、お前さ、公開説教はどうか知らんけど、お前何言って俺が怒られとんのに、お前しきのこっちやぞ、お前。すいません、いや、こっちも大事だなと思って。あ、こっちも大事だけど、お前おっぱいこうやっててさ、触ろうとおっぱいあらへんよ、お前。なわけパワハラだ。パワハラか。パワハラ、セクハラ、何でもあり。お前のおっぱいがパワハラだってよ、お前こんな。お前のおっぱいがパワハラだってよ、お前こんな、お前。どういう意味ですか。セクシャルハラスメントだってよ、お前。大丈夫ですよ、また視聴者がボコボコに叩いてくれるんで。大丈夫よ。社長。叩かれて全然気にならんから大丈夫だよ。やばい。聞いたわ。これまた聞いてるだろう、誰か知らんけど。一緒になっちゃってますね。何見てたんこれ。キーいいのかよ、キー。はい。給料が引いてるぞ、営業マジ。マジで、おい、これや。最後引いたのか、お前ら。給料上げてほしい、上げてほしいって言って。俺のお金は、どんどん、バーンろうと。あ、そういうワード気をつけないと、バン対象になるかも、らしいです。バンでいいよ、じゃあ。少女じゃない、こっちは。バンババン、俺がバンするよ、授業に。YouTube チャンネルバンされたらどうしましょうか。ん？別にいい。あ、いいんすか。取り見だろ。マジっすか。バンするような世の中だったら、世の中が間違ったな。俺が間違ったな。俺らの方が間違ってる。ちょっと YouTube で意識してよ。だからお前これどん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 上げていっとんのにさ、お前が反応しんかったらさ、すいません。お前ただひどい人じゃん。頼むわ。集中しようよ。お前って熱いよ。あんただけじゃないよ。熱いのか。お前までして熱いよ。社長そっちの気でずっとスマホ。そんなことさ。だから取れ高がないとずっと続くんだって。あ、すいません。早く取れ高欲しいなと思って喋ってんじゃん、頑張って。もうそういう風にさ、無視してさ。すいません。俺もさ、みどりのさ、はい、配信応援しようと思ってこうやって応援してるわけじゃん。はい。なんでそんなこと言ってるの？すいません。ねえ。なんでそんな俺のことを冷たい目で見る？まあこういうもんですよ。江戸城はね、まあ、ちょっと茶番みたいな感じでもありますけど。はい。まあだけどね、本当、まあ本当にどんな企業もそうだと思う。今度ダメじゃんとかいいじゃんじゃなくて、みんなもさ、見とってランチコメント入れると思うけど、何でも当たり前じゃない。でそこの下で頑張ってる社員たちがやっぱどの会社にもおるから、はい、障害者綺麗だろうっていうのも当たり前、仕組みにしてやり方一生懸命やってる人がおって、はい、うちはまだそこがね、一気に伸びた会社だから、まだまだこれからこういうこともやっていかなあかんっていうのは現状ですよ、正直ね。はい、一番楽しい、楽しそうに見えるけど、はい、お客さんを増やす、仕事を増やすっていうのは建物ってあるからさ、はい、綺麗にする、事務所が綺麗になっとるとか、はい、挨拶がきちんとできるっていうのは会社のもう基礎じゃん、基柱の部分、はい、でもそこがやっぱないとどんだけ上物が動くか倒れちゃう、それ大事ですよ、はい、いい話になっちゃったこれ、いい話になっちゃいましたね、間違えちゃった YouTube なのに最後でもうなんか全部いい話になっちゃいましたよ。そんなことより近所の人にこんな土曜日から大きい声出したら怒られちゃうかって言われちゃうと思いますけど、はい、もう謝りに行かないといけなくなっちゃいますけど、ありがとうございます、はい、ちょっと寝届きいいね、はい、よろしくお願いします。あ、マッチングサイトもね、はい、ありますんで、はい、あのまあ、今一覧もやってるけどマッチングサイト今ほんとあの一般公開してるんで、はい、で9月の頭から頭、はい、一般の人公開するんで、はい、ぜひもう洗車ビラ集まりたい、でそこからね、はい、お客さんが入ってきて、はい、で無料で全部使えるんで、はい、で有料バージョン、有料にするともっと増えるとかこういう機能が増えるだけで一生無料で使えるんで、はい、塗装屋さんぜひ登録だけでも、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、せーの、また見てね、なんだお前そのやる気ねえ感じこのやるわ、まあよろしい、せーの、また見てね、なんか違う、いいじゃない、いいじゃない Yeah.